はい、今日はね、みんな大好き札幌一番味噌ラーメンをね、ちょっと美味しくしようかなと思いまして、さらに、ね、美味しいんですけど、さらに美味しくするためにはどうしたらいいかって一袋。はい、おや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 、入れちゃうの？ダッサイ。まあね、日本酒で代用していただければ、できればちょっと辛口めなやつの方がいいですかね。キリッとしてて、はい、これはね、僕が今フランス帰りなんですけど、エビアン行って汲んできたエビアンですね。はい、ちょっと嘘つきました。大塚の水道の水ですね、浄水で。ちょっと少しですけどね、やっぱ肉欲しいってことで、豚バラ肉ちょっと余ってたんで、と僕が大好きなコチュジャン、おろし生姜、そしてね、これなんと映りますかね、これ石本さんの、ちょっとあんま知ってる方少ないけど、石本さんの豆板では結構僕おすすめです。と長ネギ、長ネギ1本、頭と、よし、と以上ですかね。じゃあとりあえず長ネギ切ります。今日はあの辛味噌ラーメンですね、辛味噌ラーメン、これいかんでいいです。僕ね、辛い味噌ラーメンほんと好きで、ネギはあの火通さないんで、ちょっと薄めにね切って、これあの先に軽く洗ってあります。はい、ネギが切れました。入れよ普通のボウル。はい、何が言いたいんだったんですけどね、ネギをボウルに入れまして、菜箸なのでちょっとこのほぐします。ほぐしたところで豆板醤、豆板醤はねもう少しいいっす、このバースプーンみたいなので、ほんの少しの入れが今2杯ぐらいいってます。これは本当お好みで、僕は結構辛いの好きなんで、あの赤いネギっていうのはやっぱ好きなんですよ。これちょっと時間経てば、あの豆板醤のその塩分でもうちょっとしなっとしていくんですけど、まあとりあえずはこんな感じでね。これこのままちょっとごま油とか足して、あの足したりしたらつまみにもなるピリ辛ネギみたいな感じでね。はい、これはじゃあ置いていきましょう。あ、これを片付けましょうね。料理は片付けよう。はい、それじゃあやりますよ。はい、これ位置確認します、うん、ね、この辺にしましょうか。いや、なんならさ、こっちの方がいい、ちょ、こっちにしましょうか。はい、水が400と日本酒が100。入れます。だいたい札幌市は確か550とかですよね、水晶は500ミリ、ちょうど、だからちょうど、はい、それじゃあファイヤーします。ファイヤーしましたね。毎度おなじみのね、ちょっと火をやって、豆板醤、今日はもう終わりですね。はい、それでは生姜はもうほんと少しだけ、はい、少しだけ、1センチぐらいですかね、1センチぐらい。映ってますか、これ。
この赤に僕似合うでしょ。本当どうでもいい話はやめましょうね。はい、でこちら、まあもうちょっとね、火弱くないですか。これはちょっともう、おや、もう限界よろしくってことですか、これ。これはね、もうちょっとだいぶ使ってますからね。これは世のメラじゃって言いたかったところですけど、ね、まあいいや、もうちょっと、まあこれをね、自分用なんでそんなに。コチュジャン、コチュジャンもね、これ映りますか、小さじ1ぐらいです。ちょっと溶かしてあげてください。地味な絵が続きますね、これ。まあ、早送りしますよ、早送り。最近撮った早送り。早送り前提で、ゆっくり喋ったらどうなるか楽しみですね。今日は、雨降るのかなみたいな、ちょっとね、こんなふざけてますけど。これマジで火弱えな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれが動きます。ちょっと動きます。あ、来た。接触がね、拙者食が悪いでござるよ。はい、まあ別にこれね、あったまってその枠、まあ沸いてからとかじゃなくてこの変わらないですよ。いいっすよ。はい、はい、これ一袋入れまして、この辺りでね、豚バラを入れたいです。麺は肉の厚さによってね、やっぱりその火が入る入らないので。さてと、これ映ってますか？映ってます。札幌市はね、皆さん何が好きですかね？これね、ぜひね、定番つけるけどね、ちょコメントくれたら嬉しいですよね。俺は塩だ。いやいや、醤油だろ。なんてんだ、味噌だ。なんか豚骨か、豚骨ありました。豚骨なんか、期間、地域限定だった気がしますけどね。おう、あんま、こうね、ワキワキしようとかない。これね、今もう、獺祭がちょっと香ってきて、僕が水拳の使いだったらやばいっすよ、なんかもう。もう水拳使ったらこんなだったんですか。ちょっとね、最近の反省しまして、ちょっとカメラ目線をもうちょっとしようかなと思ってるんですけどね。ちょっと不快に思うか出るかもしれないんで、その場合はね、ちょっとやめてください。僕結構麺ね、固め好きなんですよ。固め好きなんで、麺がもうこんぐらいほぐれたらいいんじゃなかろうがっていう感じですね。札幌一番さんは確か火を止めてからスープを加えてっていうのを推奨してますね。はい、今日は従います。はい、おっとない。こりゃまたいいっすね。はい、ずらします。まあね、何度も言ってるように麺類の具はね、なるべく上に乗せてあげると見た目がいいですよっつって。ちょっとね、久しぶりに測ってあるんですけど、汁500って多くないですかね。これ多くない？こんなもんか。はい、先ほどのネギを、これはね、真ん中にちょっとこんもり持って
持って持って持って。あれ、そう。これ、ね、ついてるやつも入れましょう。入れましょう。はい。そしてちょっとね、裏技、分量外出ていきます。分量外、まあまあさすがにね、ちょっと緑あった方がいいでしょうということで、これで完成。向井流ピリ辛札幌一番味噌ラーメン。これね、いいっすね。これちょっとずらしたけど、俺映ってんのかな。ちょっとね、映ってますかね。いただきます。札幌一番味噌ラーメン、一番好きと言いながら食べるのめっちゃ久々です。札幌一番味噌ラーメン、まずね、このネギだけで。うん、あー、ネギいいっすね。うん、気になるのはやっぱスープですよね。あの、日本酒はどうなんだろう。これはね、あー、本当にコクが出るっていうかね、そのやっぱ俺って日本人だよねっていう。映ってるのか、顔、もうちょっとね、顔をさ、別に顔ショップなんで映そうと思ってるんですけど、ね、このやっぱ飯、飯食べ物と僕はね、ちょっと感覚で雑魚高いんで、うん、まあまあ、あの、お前の顔見たくねえよって人もいるんですよね。あの、ゲストが来た時はちゃんとあの会話方式とかそういうのがあるんで、そっちに逃げるよね。うん、いやー、もう寒いっすからね、ほんとに。これピリ辛ったかいですね。あー、なんかね、常々言ってるんですけど、ラーメンめちゃくちゃこだわって作れば、豚骨ラーメンが一番ね、豚骨か塩がね、可能性秘めてると思うんですよ。でも万人決して、万人とかも完全向かい、完全好みはショートカットが伸びてきたセミロング。あ、そっちの話じゃないです。あの、辛い味噌ラーメンっていうかね、これ個人的に大好きで、それをぜひね、あの、もっと広がってほしいですね。ああ、いつまでもおっさんが食べてる動画見たくないでしょうね。はい、あ、これはもっと最初に言うべきでしたが、本当にまい。はい、それじゃあごちそうさまでした。はい、イケメンアハキンアハジャキッチンでした。バイバーイ。